はい、こんにちは。今日はですね、レジリエンスを高めるためにはどうしたらいいかですね。まあ、結局ストレスに強くなっていかないと、どれだけでですね、ストレスがもうこれから皆さんの身に降りかかってくるかっていうのはわからないですから、やっぱりこうストレスがかかってくるようなものに自体に対策を打つっていうよりも、ストレスがかかってきた後にどうやって対抗するかっていうような話をですね、していきたいなというふうに思います。で、ですね、単純に言うと、回復する力が大事ですよっていうことなんですね。つまり回復の仕方が非常に大切になってくると、昨日ですね、ちらっとお見せした本の中では、本の中にですね、書いてあったのがですね、レジリエンスを発揮するためには休憩じゃなくて、回復することが大切だというようなお話をしてて、で、結局じゃあレジリエンスを発揮するためのその回復と休憩っていう切り分けって一体何なのかっていうですね、お話が今日のメインテーマになってきます。皆さん、休憩することと回復することっていう差って何か分かります？これ結構難しいなって思ってたんですよ。僕自身もですね、回復と思ってるようなことでも大体はその休憩で終わってしまってるなっていうふうに思ったんですが、一体何かっていうと、休憩っていうのはですね、例えば皆さんが仕事の終わりにですね、家に帰ってきてベッドで横になりながら携帯をいじったりとか、目をつぶってこう、寝る前にですね、仕事のことをいろいろ考えたりとかって、体は休めてるんですけど、結局どこかが働いてると、要は目が動いてたりとか、音楽聴いてて耳が動いてたりとか、あるいは頭の中で考えて脳がフル回転してるみたいな状態だったりするんですね。とか、あるいは仕事とか学校とか部活とかの休憩時間中にスマホをいじってるとかですね、ああいうのっていうのは休憩に当たるんですよ。で、回復っていうのは一体何かっていうと、例えばゆっくり休んで、要は何もせずに何も考えずに横になって寝てるとかですね、あるいは仕事中とか仕事の休憩中とか学校の休憩中に何も考えずにぼーっと座って過ごしてるとかっていうような状態っていうのを回復っていうんですね。もっとわかりやすく言うと、皆さんどうでしょう、 RPG のゲームとかってやったことあります？例えばポケモンとかドラクエとかファイナルファンタジーとかですね、有名ところで言ったらそんな感じですね。あるいはアクション系だったらバイオハザードとかゼルダの伝説とかっていうような、体力のあるものに関して、で、休憩と回復の差って一体何なのかっていうと、休憩っていうのは戦ってない状態、つまり戦って、例えば敵とバトルをしたりとか罠にはまったりとかして HP が減った状態ですね。 HP マックスだったとしたらこのくらい減っている状態、これを維持しているようなイメージなんですね。だから増えもしないし減りもしないと、ただ、ある程度その差の分疲れてますよっていうような状態、これが休憩なんですよね。ずっとこの状態を維持すると。回復っていうのはそのマックスの HP から減った体力っていうのをまた、徐々にそのマックスに持っていくための作業っていうものが回復に当たるんですね。つまり休憩していると体は確かに休めてるんですけど、脳とかあるいは他の部位ですね、五感のどこかが働いている状態だったとしたら、体は回復していってても脳がずっと使っている状態、五感をずっと使っている状態なので、この差し引きがゼロになっちゃうんですね。だからなんとなく体がだるい状態が、抜けきれなかったりとかっていうのは回復じゃなくて休憩をずっとしちゃってるからっていうことになるんですよ。だからポケモンなんかで言ったらポケモンセンターに行ってしっかりと回復して HP を満タンにするとかっていうようなことをしないと、レジリエンスっていうのがうまく発揮されませんよっていうのがお話だったんですね。だからそのためにも、回復っていうのは一体どういう行動があるのかっていうと、昨日の、動画でもお伝えをしたマインドフルネスであったりですとか、あるいは、旅行に行ったりとかですね、自然に囲まれて何もないところでぼーっと過ごすとか、普段の、生活の中でも寝たりとか休憩したり、休憩っていうのはその仕事と仕事の合間とか学校の授業と授業の合間でぼーっと時間を過ごすとかですね、もう何も考えずに力抜いたらーってするような時間とかっていうのを取るのが回復になっていくと。要は体の何も機能させない、無意識にですね、呼吸とか瞬きくらいだったらいいと思うんですけど、それ以外の、必要最低限のものっていうのは全てシャットアウトしてゆっくり過ごすっていうような、こと、あるいは精神が落ち着くようなことをするっていうのが、回復に当たりますんで、ぜひですね、そういった時間っていうのを一日のどこかとか、あるいは溜まってきたなって思うタイミングで、まとめて取ったりとかっていうことをしていただけると、非常にストレスにとっても、ストレスが
与えられたとしても体にとっても、そして心にとってもいいというようなところになりますので、この休憩と回復の違いっていうことをきちんと考えた上で、ぜひ回復につながるような行動をとってみていただけたらというふうに思います。ということで、本日はですね、簡単に、レジリエンスを発揮するために回復って大事ですよというお話をさせていただきました。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。